こんにちは、青森のあのです。今ですね、バックトラックの会社に来ているんですけども、この間大寒波来ましたけども、この津軽市はですね、津軽平野があって、もう寒波来るともう地吹雪がすごくて、そんな中バックトラックたちが今雪にこう埋もれてですね、なんかこの寒波を乗り切ったっていう感じなんですけども、今の気温はねマイナス5度くらいかな。ただ風が強いからすごい寒さ、体感の寒さはねもっともっと低い感じがするんですけども、今日はこの雪中サウナをバグトラックのサウナカーで、楽しみたいなと思います。サイドタープつけてで、はい、煙突2本で出ますけども、この中に山本さんがいますんで行きましょう。山本さん、いいっすか、入って。どうぞどうぞ、入ってください。来ました、ビビビス。やってます。準備してましたよ。新しいストーブ、ちょっと開口部とか広くなってるんですよ。あ、へえ。いい感じじゃないですか。もう今温度何度まで来てますか。55度まで上がってますね。開けてて55ですか。確かに、うわこれあれまたちょっとなんか扇風機みたいなのついて、はいはい、なんかちょっとまた進化しましたね。先日こう泊まってきたんですよ、サウナって。これサウナカーで、サウナカーで、はい、でこのサイドタープつけてやったら、はい、これめちゃくちゃいいっす。めちゃくちゃいいっす。なんですか、外に出て水浴びて外気浴して、うん、前室に戻ってきてちょっと整って、はい、それからまたサウナっていうこの段階を踏めるっていう、ご存知の通りここ地吹雪がすごいところなんで、はい、テストには持ってこいの場所なんですよ。なるほど。あ、ここで大丈夫だったら他でも大まあ大丈夫だろうという。バグトラはもう大体うちの庭でテストしてますね。庭でこんなテストできるっていいでしょ。最高ですよ。だってもう今キャンプ場いる気分ですもんね。でしょう、うん、でも違うんですよ。庭ですごいいいって思うかもしれないですけど、うん、日々が生活が大変すぎて、うん、過酷で、はい、地吹雪ホワイトアウト、あ、この辺確かに。そうそう、昨日もそうでしたけど、うん、もう生活するのがもう超大変なんですよ。楽しそうに見せてますけど超大変なんですよ。ああ、この間 LINE ですげえことになってるって動画もらいましたけど、そうそうそう、めちゃくちゃ大変なんですよ。あ、だからもうこうやってテストするには最高の場所だっていうのと、うん、それから楽しまないと納得いかないですね。なんでここに生まれ落ちたか。意外とこう静寂してストーブの音しか聞こえない感じがいいですよね。汗出てます、はい、いい感じ。なんか自分の好きな温度に調整できるのも贅沢サウナ。
めっちゃ聞きました。めっちゃ冷たかったし、最終セット。あったけ。起きてる。ストーブもいい感じ。来てる来てる。えい。お疲れです。そう。うわ、キンキンだ。あ、最高。これはいい。雪降ってきましたね。これ何？あられ？クリーズ。うすうす。うすうす。うわ。最高だわ。メインはサウナで言ったけど、こっちもこの場合ね、これも宿泊だからね、泊まろうと思えば全然泊まれますよ、ね、そう、あのコントロールさえうまくできれば、椅子、ベッドない状態もできるですもんね。できる。でもやっぱり靴とか考えたらベッドあった方がいい。なるほど、土足用に、うん、おさん、無謀さ、背中かけても高い高い。背中を伺ってもこうして、結構対面の結構余裕でしょ。広い、めっちゃ広いよね。はい、うん、
こんな感じで広さ的に今温度計何度ですか。今45度でしょ。今ここでちょうどいいですもん。こっち、うん、こっち全室こっちで。こっちは暑いですもんね。ストーブ近いから、うん、こっちちょうどいいです。あ、いや俺ハイエースにしようか迷ったっすけど、うん、やっぱこの大きさが、うん、いいですよね。いい、せっかくいい話してる時あれですけど、山さん腹って出てますね、ちょっとまだ鼻水出てるでしょ。うん、出てる。整ってますね。整います。整い汁。整い汁。でも、マジでいいっしょ。マジでいい。いや、こサウナにならないこの状態は俺結構理想的だったかもしれない。もうこれでいいよ。サウナにならなくてもこの状態をやりたかったから。あ、うまい。チーカマ一本もらっていいですか、うん、いやこのキンキンに冷えたものから、うん、熱々の空間で最高ですわ。ちょっと試しにどれぐらい快適か試しつつ寝らせていただきます。よいしょ。こうってこう、こうってほら、
味しい。